神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ。こんばんは、神谷浩史です。モス小野大輔です。先週も言いましたけれども、寒くなりましたよ。寒いよ、むちゃくちゃ寒いよ。本当勘弁すわ。まあ、気がついたら11月ですもんね。それは寒いわけですわ。夜長くんがね、秋の夜長久しぶりにね出てくれたじゃないですか、あそこから急に冷え込んできた気がするんだよね。そうね、正直、あのあたりから、さすがだよね、季節を変動させる、季節を変動させる男が、寒さもう寒いのマジ勘弁なんですよ。いや、そう、寒がりよねあなたね。寒がりなんで、嫌なんです。嫌ですか。季節で一番嫌いなのはやっぱ冬ですか。冬嫌いですね。そうですか、はい、僕はね、冬生まれにね、割と好きなんですよ。なんで。え、僕は暑がりだから。あ、逆に言うと夏がで綺麗。あ、そうっすか。夏で綺麗よ。一年中夏だったらいいのにね。なぜ、なぜこの話の流れで。俺が汗だるまになっちゃうから、それは、僕が塩になっちゃうから、もう汗が出すぎて。一年中夏だったらいいね。なんだよ、聞けよ。ダウン皇帝もさ、寒いのダメだ。ダウン皇帝も寒がりだ。ダウン皇帝は前世で投資してるんだもん。前世で投資してるんだもん。投資してる、占い師が言ってた。そう、あ、だから異常なまでにダウンに対する執着があるわけよ。俺の前世も高知国の民なのよ。そうなの、南国だから。あ、そう、寒くないから。でも東京寒いよな、気をつけた方がいいよ。ダウン、1枚でいいかい。いやいやいや、3ダウンはな。3ダウン、小野さん3ダウン、水沢ダウンの顔、3ダウン、水沢ダウン、クソ高いんだよ。ということで、僕とあなたの物語ディアガールストーリーズ第762話。あ、そう、これ言っとかないといけない。正解はチャックが開いていたでした。先週のトラブルね、はい、そうなんですよ。だから取り直した方がいいっつったんだよ俺は。この番組はアニメルミックスの提供でお送りします。神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ。改めまして、神谷浩史です。モス小野大輔です。ではリスナーから届いたふつおたを紹介しますよ、はい、茨城県の塩のりさんからいただきました。ありがとう。神谷さん、小野さん、こんばんは。こんばんは。小野さん、ボイサリオン、はい、女王がいた客室、1年越しの再演お疲れ様でした。もう戻ることはできない過去と葛藤しながらも、それでも前に進んでいく、楽しくも切なく悲しい、とても素敵なストーリーでした。夢を叶えてくれるホテルバッサーノ、ひとときだけれども、そこはロマノフであり、陛下やアレックス、マイカたちの夢は叶ったのではないでしょうか。何度もうるっとくるシーンはありましたが、最後に皆さんが舞台の前に並ぶと、小野さんや出演者の皆さんのお声や演技、声色を間近で聞けて見れたことが嬉しくて涙が止まりませんでした、とのことです。ありがとうございます。そうなんですよ、ボイサリオン、女王がいた客室、まあ1日のみでしたけれども、はあ、昼夜とお届けしました。はい。山口勝平さんと、そして沢城みゆき、そして女王、竹下恵子さん、というね、はい、そして僕という夫人でやらせていただきましたけれども、いやー、やっぱね、このボイサリオンっていうそのコンテンツには、すごく思い入れがあって、はい、まあ、朗読ですよね。朗読なんですよ、はい。はい。朗読劇なんですけれども、僕が最初にこう関わらせてもらった時、まあこれも女王の客室だったんですけど、はい、同じ勝平さんと、そしてその時はね、神田沙也加さんと、そして竹下恵子さんと一緒に、初演というか、僕にとっての初演ですよね、やらせてもらった時が、ちょうどね、このコロナ禍って言われる、その、時代に突入する、もうほんと直前だったんですよ。うん、まあ、なんだったらもうちょっと突入してしまっていて、僕らのその公演から無観客になってしまったんですよね。はいはいはい。で、劇場にお客様を入れられない状態になって。で、それでも、まあ配信になったので、お客さんが、その来られないんだけど、お客さんからのメッセージを、その客席一つ一つに貼ってくださって。で、そのメッセージを貼られた席を、こう、舞台上から見渡しながら、朗読劇やったんですね、その時は。うん、まあ、その時以来の再演ということになったので、
もうね、客席見た時に本当にぐっと込み上げるものがありましたね。いてくれるっていうこと。うん、ボイスアリオンはあれですよね、あの藤沢文夫さんという、はい、まあ、劇作家さんであり演出家でありという、うん、まあ、なんていうんですかね、あの人ね、何者なんだろうね、うん、そうですね、謎の人だよね。まあ一言言うと確かにおっしゃる通りで劇作家、うんうん、あの自分で書くし自分で演出もするしっていう方なんですけど、はい、多分ね、僕同い年ぐらいなんですよ藤沢さんと。ああそうですよね、はい、あ確かに確かに。だから文豪さんが、まあ、まあ海外に行った時にこう本当にあのね、あの舞台がフランスパリなんですけれども、パリに行ってそのホテルの客室で書いたという、謎の才能と謎の人脈の人なんですよね、藤沢文夫という人は。そう、文夫さんの下に集まってくる、まあ、僕らキャストもそうなんですけれども、うん、オーケストラですよね、ピアノであったりとか、ね、ストリングスの皆さんも文夫さんが集めてらっしゃるんですよね。そう、文夫さんの演出する舞台、うん、まあ、朗読劇の特徴なんですけれど、うんうん、生演奏なんです。生演奏ですね。僕はまだ過去にサウンドシアターに、文夫さんが所属されていた頃に、うん、夏目友人帳の舞台で文夫さんが作演出で、まあ、僕夏目隆をやらせていただいてるんで、ステージに立たせていただいてるんですけれど、まあ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 、なんていうんですかね、あ、こういう朗読劇もあるんだなみたいないう感じだったんですけれど、まあ生演奏なんで、とにかくそのなんだろう、音楽の力にものすげえ助けられて、夏目人長の舞台やった記憶ありますけれどもね。森さんにはもう当然生演奏になってるんですね。生演奏ですね。また生演奏の雰囲気であったりとか音楽の力っていうのが、その朗読劇とこう本当にリンクしていて、まあロシアの没落貴族の、うん、その後を描いたような話なんですよね。ロマノフって書いてあるもんね。ロマノフ王朝の話ってこと？そう、ロマノフ王朝の、まあ、集落と、うん、その後のその没落した貴族たちの引きこもごもというか、うん、その後の生き方、うん、で、まあ、女王っていうのも、まあ、最初は分からないんですけれども、その竹下恵子さん演じる女王に付き従っている僕は従者として最初このホテルに訪ねてくる。そこがすごいよね、竹下恵子さんの人脈をどこで掴んできたのやら。あと舞台がさ、使ってる劇場がさ、どこだったっけ、銀座かなんかの。シアタークリエです、ね、シアタークリエだよね。そう、銀座の、うん、シアタークリエだもん。いやー、立たせてもらえるなんてってことですよね。意味が分かんねえな。嬉しいですよ、うん、すごいよね、演劇人にとってはね、うん、なんか憧れの場所ですもんね。そうですね、うん、まあ、僕もほら演劇っていうかね、感激が大好きなんで、うん、いろんな劇場見に行きますけれど、うん、シアタークリエに立てるってのはなかなか、うん、声優ではない。そうですね、あ、まあ、そこでまあ舞台ね、うん、ステージやるってこともかなりハードル高いと思いますけれど。そうですね、あ、うん、まあ、本当にその場所もそうですし、竹下恵子さんが本当にね、女王なんですよ、うん、品があってもうどこまでも優しい方で、うん、全てのスタッフさんたちのお名前もちろん覚えてますし、うん、気遣いが半端ないです。あんなに、なんて言うんでしょうね、こう人間力の高いベテランの女優さんを拝見したことがもう僕はほぼないような気がする。すごいよね。あそこまで、はい、素晴らしい方になんか、貸し使えることができて、本当に光栄でしたね。うん、ずっと楽しかったし、ね、やっぱそういう人間力のある方じゃないと生き残っていけないんだと思うんです、うん、やっぱりね、こうタレントさんってとてもね、新しい方がどんどん次から次へと、女優さんもそうですし、俳優さんもそうですけれども、タレントさんでも次から次へと出てくる中で、テレビで大量にね、こう投入されて大量消費されていく中で、ずっとやっぱりお名前が残っていらして、一線で活躍ご活躍されてるっていうのはやっぱり当然理由があるわけですよ。でもそれのやっぱり筆頭って人間力なんですよね。確かに、うん、そう思います。うん、それをね、ほんと心の底からこう体感できましたね、うん、この人にだったら使えられるね、うん、長くご活躍されてらっしゃる方はもう本当にいい人ばっかりなんです、うん、ね、本当に。でさらに言うと、カッペイさんと一緒に芝居できたの僕すごい嬉しかったし、カッペイさんとベテランだぞ。カッペさんね。ああ見えて、うん、ベテランだぞ。おーおーおー、知ってる知ってる。カッペさんでしょ。カッペさん、いやいや、あのカッペさんでしょ。めっちゃ確認するけど。うん、あのカッペさんでしょ、だって。あのカッペさんがやっぱり朗読になると、
ものすごい真剣に、ね、勝平さん普段はあんな感じだけど、うん、バカ役者、あ、役者バカだからね、なぜ言い間違えた、うん、一回でも本当に真剣に、一番ふざけないで真面目に真面目に台本を、あの勝平さんが、あの勝平さんですよ、うん、そうだからね、本当あの勝平さんがやっぱり引っ張ってくれた、勝平さんが、そう、あの勝平さんが、うわ、うん、そして、その勝平さんと僕のこうやり取りの、うん、間で自由に自由にずっと好き勝手やってる沢城みゆきっていう、まあみゆきはね、そうなのよ、好き勝手できるところでは甘えますから、そうなの、ええ、なんかそのバランスもね絶妙で、うん、あ、本当にいい朗読劇ができたなって思います。そうですか、うん、まあとにかくあれですね、その朗読劇をお客様の前でやれたっていうことが本当に本当に嬉しかった、うん、まあそんな、ボイサリオンでございました。はい、はい、ね、本当あのご来場いただいた皆様本当にありがとうございました。はい、というわけで引き続き皆様からのふつつとお待ちしております。続いてはアニメ専門エンタメサイトアニメのミックスの中にある女の子のためのスマホサイトディアガル情報です。アニメロでは近藤孝之小野大輔のユニットトラッドファーストシングルストレンジャーズが好評配信中。シングルをまとめて購入の上ご応募いただいた方全員にアニメロミックス限定写真を使用したスクエアカードをプレゼント、ね、うん、スクエアね、うん、スクエアは何なんですかね、スクエア、うん、これも全裸って意味だと僕は思ってましたけど違うんですか、ね、あの先週もそれ言ってたんですけど、うん、そうなるとストレンジャーズが全裸って意味か、ストレンジャーズの方が全裸か、まあ、不思議な人とかいう意味もあるから ね、はいはい、そういう、うん、そういう意味です。応募は11月17日までぜひチェックしてください。そしてディアガールストーリーズのコーナーでは番組のレポートと写真を掲載しています。ディアボイスの着信ボイスも好評配信中。アニメミックスディアガールやスマホからアニメロで検索してください。アクセス待ってます。ニコニコチャンネル DGS チャンネルの登録も受付中。有料会員になると番組のアーカイブやおまけ放送 DGS 裏談話室が聞けます。さらに今週は構成スワと内田社長のブロマガも配信。チャンネル登録よろしくね。神谷博士小野大輔のディアガールストーリーズ、ディアガール談話室、何かに悩めるディアナガールから僕らのところに普通のストーリーこと普通ストが届いて、それを僕たちが精一杯紹介していくこのコーナー。さて今回はディアネームバンバンジーさんから僕らのところに普通のストーリーが届いています。では紹介していきましょう。バンバンジーのお便り。物事を感覚で覚える方っていますよね。私は以前感覚で覚えていたダイヤル式の鍵の感覚をうっかりド忘れしてしまい非常に焦った記憶があります。お二人は感覚で覚えていることはありますか？感覚だらけですよなんとなくで覚えてますから。なんとなくですね、確かに。ダンスとかカウントで覚えらんないですからね。あ、曲の中のこの音とか、うんうんうん、この歌詞とかで覚えてますから。うんうんうん、僕らそうかもしれないですね、歌詞に連動させないと。ダンサーさんたちはよくカウントで言いますよね。言うじゃないですか、言う2-8でとか、うん、何言ってんだと思います。 2-8 言うね、うん、うん、1-2-2 のとこですみたいな、はってなるね。 1-2 これはあの1と2の裏のとこですみたいな、うん、裏ってどこ？はぁってなるよね。裏ってどこ？控え室、うん、どこ？わかんねえ、校舎裏とどこ違うの？どう？どう？喧嘩推しになりますよね、まあ、嘘ですけど、ならない方がいいですけど、ね、感覚でしか覚えられないことは、感覚でしか覚えられないですから僕らはね、はい、どうですか？もう昔の記憶とかもよっぽど感覚なんじゃないですか？いや、そうですよ、ラジオで喋ったこ とか、ね、覚えてますか？大丈夫ですか？覚えてないっす、まあ、自分たちね、喋ったことすぐ忘れますんで。そうなのよ。逆にみんな覚えてんのかね。ね、いや意外とみんな覚えてたりすんのよ。だから神谷さんと小野さんこんなこと言ってましたみたいなさ、ことを言われたりするじゃない？未だに。するじゃない？言う、うん、するじゃない？でー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 してって。覚えてないんだぜこっちは。びっくりするぜ。ただね、意外と昔見てたアニメやゲームのこと覚えてたりするんですよ。なるほど。自分たちが関わった最近のことは覚えてないけれども、自分が喋ったこととか覚えてないんですけどね、そういうことは無責任に喋ってるんで。ただ責任持ってやってたアニメーションのことだったら覚えてんじゃねえかと。おお、なるほど、なるほど、これは自信ある。ということで、うん、今回はこちらをお届けします。アニメ年代別並び替えクイズ、うん、今からいろいろなアニメのタイトルが出てきます。
それを古い順に並べて正しい放送時期に並べていきたいと思います。なるほど、はい、これはもう正式に何年って覚えてるわけじゃなくって、うん、確かもう感覚的にこの作品の後これだったなみたいな、うんうん、そういうことで並べていこうじゃないかということなんでございますけれど、うん、じゃあまずはここにあるですねアニメタイトル一覧を見てみましょう。サイキクソウの災難、鈴宮春日の憂鬱、俺出てねえぞ俺、機動戦士ガンダム00、黒子のバスケ、ゆらららで進撃の巨人、でジョジョの奇妙な冒険シリーズ第3部、はい、化け物語、でおそ松さん、青のエクソシスト、モノクロームファクターと以上ですかね。はははまあ2人が出てるものもあればそう、ねうんうん、これでも全部小野さん出てるじゃないですか。全部じゃない、春日とジョジョは出てないもん。ダブルは僕しか出てないか。ダブルとバケは、化け物語は神谷さんですね。なるほど、なるほど、うん。あとは共通してる作品ですね。なるほど。はあ、これを、まあ、並べ替えていこうじゃないかということなんですけど、あ、意外と難しい。一番古いの。この中で一番古いの？これ、春日じゃない？春日一番古いんじゃない？春日はね、2000。いや、春日多分古いと思う。一番古いと思う。こんな感じだったら。僕が、歌手デビューする前ですか。でしょ、だってこの番組やる前だもん。だから15年以上前なんですよ。前、うん、だから春日が一番古いと思います、はい、これは僕も正しいと思いますよ、うん、これ大丈夫ですかね、はい、じゃあ次、はい、一番新しいの何、一番新しいの、一番新しいの何、この中だとおそ松はでもそうか、クソかもね、クソが一番新しいんじゃないかな、はあ、そうだそうだ、クソだよ。で、うん、モノクロームファクター、これはラジオ始まってから、ね、からだもんね。ってことはダブルオのが古いかも、ダブルオが古い、ハルヒの下にダブルオが来ました。そうだね、そしてでモノクロームファクターなんじゃねえかな、巨人って新しいよ ね、 やっぱね、巨人とバスケと巨人は結構ね、バスケと巨人がちょっともうどっちだかもううん、どっちがどっちだか、黒子の巨人はね結構同じくらいなんだけど、同じくらいかい、美馬さんに会ったのがバスケが先だった気がするんだよな。じゃあバスケの方が先だろう、で巨人後じゃん、そうか、そうか、俺あれなんだ、黒子のバスケは結構後入りだね、後入りだからな、一期の時は1話しか出てないし、な気がすんだよな。でモノクロームファクターの後多分ね化け物あたりです、化け、あ、そうね、これぐらいだと思います。歴史あるからね化け物、その後デュラは、あ、デュラむずいね、デュラララと化け物あたりどっちが先かわからない、ここむずいね、あのね最終回が化け物語の最終回の配信と、うん、デュラララの最終回とエンジェルビーツの最終回が同じ日だったの、わお、その日の夜がもうめちゃくちゃで、うん、すごいねそれ、その日はすごい覚えてる、最終回が3つ重なったから、これね、さらに言うと青エクってどの辺になるの、これ結構近くない、青エクデュラ化けがわからんな、近いっしょ近いっしょこれ、デュラのがバケより後なんじゃねえか、デュラララの方が僕らの青春ことデュラララね、そう、でデュラの後は青エクじゃね、あ、なんかそんな気してきた、確かに、で黒子巨人で、黒子の巨人で、でもジョジョはいつだか分かんねえ、俺3部なのよこれ、3部3部もだって10年だ、これもう当たってるよね、一応だから古いやつからいくと、春日、ガンダム00、モノクロファクター、化け物語、デュラララ、青のエクソシスト、黒子のバスケ、進撃の巨人、おそ松さん、サイキクソの災難なんだけど、ジョジョがどこに入るか、俺これも全然わかんない、青エク後じゃないかな、ジョジョ、青エク後ぐらいじゃない、3部だよ、3部ここだと思う、そうかい、この辺大丈夫かい、それでいいかい、青エクの後にジョジョ来て、黒子より前かい、黒子より前、黒子前かい、黒子前、はい、前です、さあということで、おそは、え、おそ松は巨人の後じゃねえか、この並びだとそうだね、よしできた、できたよ、もうほら巨人、あとおそ松さんとクスオをさ同じ日に撮ってて頭おかしくなりそうなんだし、俺らあったね、まあ、特に主に俺が、主にあなたがもうゲシュタルト崩壊を起こしそうになってたよね、僕はバカからのバカだったんで、そうだよね、ずっとバカでしたけどもねさあ、はい、
ということで、まあ並べてみましたが、うん、これは、改めて言ってみましょうか、うん、古い順に行きますよ、はい、鈴宮春日の憂鬱、うん、機動戦士ガンダム00、モノクロームファクター、うん、化け物語、デュラララ、デュラララ、青のエクソシスト、青エク、ジョジョの奇妙な冒険シリーズ第3部、うん、で黒子のバスケ、うん、進撃の巨人、うん、おそ松さん、サイキクソウの災難というふうに僕らは並べてみました、うん、まあどれもね僕らにとっては思い出深い作品でございますけれども、印象残ってます、はい、まあ、DGS のトークはほとんど覚えていませんけれども、自分たちが責任を持って関わってきたこのアニメ作品たち、うん、この順番で合ってるんじゃないでしょうか、うん、どうでしょうか。よし、え、違うの、あ、ちゃうの、え、ちゃうの、何、ちょっと、ん、どこが間違ってる、どうなってる、どこ、どこが違うの、誰が、誰が間違ったの、あ、いきますよ、はい、2006年、はい、鈴宮春日の憂鬱合ってます。でこれ1年おきになってますからね、次2007年2008年と続いていきますけれども、うんうん、翌年機動戦士ガンダム00、うん、はい、合ってますね。で翌年モノクロンファクター、うん、で化け物語、バケ、デュラララ、お、青のエクソシスト、あ、来た来た来た、オッケー、黒子のバスケ、あ、進撃の巨人、あっ、ジョジョの奇妙な冒険シリーズ第3部、おそ松さん、サイキクソウの災難です。ジョジョの、お前やんけこれ、ジョジョの、おい、え、ここどう、何年違うのこれ。いや絶対ジョジョ俺もうちょっと後だと思ってたよ黒子のバスケより前って俺聞いたでしょ。ああ。そんな早くねえと思ったもん。あ、そう、お前何なんだよ。あ、そう、ボケ、まあ、お前やぞ。まあね、普通に会ってもねここは会っていこうよここは会っていこうよ、ちゃんと自分の作品に責任持ちなさいよあんた。そうだね、うん、結構もうちょっとあれだったね、黒子と進撃の後だったんだ。後だよ、2年もちゃうやんけ。あ、すいません、え、どういうことだよ。いや、やれやれだぞ、やれやれだぞじゃねえよお前もうそれ言う資格ねえわということでディアネオバンバティさん、僕らの科学的記憶合ってませんね。神谷博士、小野大輔のディアガールストーリーズ、ディアボイス、番組から生まれた名言や僕らに言ってほしいセリフを募集し、アニメのミックスの中にある女の子のためのスマホサイト、ディアガールで配信していきます。今回は神谷さんのボイスを配信します。モピレンジャーさんからリクエストいただいたこちらのセリフです。かぼちゃのマスクを、かぼっちゃを、来ました。夜長くんのやつだ。夜長ギャグです。うん。今回出来良かったですからね。ぜひダウンロードしてください。今聞くとそうでもないですけどね。おかしいな。おかしいですね。おかしいね。夜長くんが言うと面白いんでしょうね、きっとね。ってことだ。うん、はい、はい。引き続き、このディアボイスではあなたからのリクエスト待ってます。来週は小野くんのボイスを配信します。お楽しみに。ディアガールストーリーズ、そろそろ今夜のストーリーもエンディングの時間になってしまいました、うん、はい、まあ、こうしてみるとやっぱあれですね、小野さんとは共演作多いですね。多いね、すごい多い、まあ、2006年2007年はね、鈴宮春日の憂鬱と機動戦士ガンダム00ですけど、2008年からこっち意外とこうコンスタントにね、共演作があるんですけれども、本当だ、はい、まあ、最新作が2016年のサイキクソウの災難ということになってますけど、うんうんうん、17年18年19年2000年2001年2021年とそれぞれなんかあるんじゃないですかね、調べてみたら。あるでしょう、ヤマツとかいいっすよ、ヤマツ、ヤマツ、宇宙戦艦ヤマツ、ヤマツだっけあれヤマツ山津発信3年くらい前だねあれね、この後に来る、この後に来る作品じゃないですか。まあ、まあそういうふうにやっぱいろいろあるんだと思うんですよね。ねえ、紐解いていくとね。そうだね、だからこの企画を何年後かにやった時に、うん、あれ意外と共演作なくなってますねみたいなふうにならないように、これからも我々は声優として、はい、頑張っていけたらいいなと思ってます。頑張ります、行きましょう、結構あれなんですよね、あの巨人とか、おそ松さんとかが続いてるんで。そうか、そうなんですよ、だから共演作があるんですけれども、うんうんうん、結果おそ松さんっていう札がいっぱい出ることになっちゃうんで、おそ松さん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 しかねえじゃん、うん、お前ら、もうおそ松と巨人しかねえじゃねえかみたいになってるんで、それはまずいよ、それはまずいぜ、それはまずい、もうおそ松さん無限に続けていきたいですけれどもね。ちょっと人気作出ましょうよ、そうだね、一緒にもう出ていこう、頑張っていこう、頑張りまーす、よし、番組の皆さんからのメッセージをお待ちしております。おはがきの宛先はこちら、あ、今年でも作があるから、作が
そうだよ、俺たちといえば作眼だよ。俺たちといえば作眼だから、代表作だよ。よかったよかった、あったあった、おはがきの次はこちら。郵便番号105-8000に文化放送、神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ、それぞれの係です。メールアドレスはこちら、すべて小文字で dgs@joqr.net、 dgs@joqr.net です。ラジオ大阪の方もこちらからお願いします。そしてアニメのミックスのディアガールにも僕たちの番組サイトがあるので、ぜひアクセスしてください。写真が見られます。さらにニコニコ DGS チャンネルの登録も受付中です。有料会員になると翌週火曜日におまけ放送 DGS 裏談話室が聞けます。そしてニコニコ動画と文化放送エクステンドの YouTube チャンネルでも放送のアーカイブ配信をしています。ということで、ここまでのストーリーテラーは神谷浩史と小野大輔でした。ディアガールストーリーズ第763話に続く。この番組はドワンゴ声優ラボの提供でお送りしました。